皆さんこんにちは、モンキープランツ柳井です。今回は、モンキープランツオリジナルの、ウッドボードですね、どうやって作ってるのかっていうのを動画で紹介していこうと思います。でこの板自体は、建築現場とかで、短くて使えないで処分されてしまうような端材を僕が買い取ってきました。でここにレーザーでヤゴを入れてもらいました。で材質はね、これヒノキみたいですね。で一旦この辺のケバケバをヤスリでこんな感じで木目に沿ってかけていきます。で最初も動画撮る前に一旦ケバケバ撮ってるので、こんな感じで撮るんですよっていう見本ですね。で最初はこのヤスリですね、粗い番手が低いもので撮っていきます。ごめんなさい、これヒノキじゃねえや、杉っぽいですね。でゲバゲバ撮ってツルツルしていきます。でその後もうちょっと細かい番手のヤスリに変えて表面をならしていきます。でそれはもう事前に動画撮る前にやったので、今回は省きます。で下準備ができました。でここからですね、オイルステインという茶色っぽくする色を入れていきます。でペンキだと、ほんと上から塗りつぶす感じになっちゃって、それはそれでありな時もあるんですけど、今回は、この木目を生かしたいのでオイルステインという塗料を塗っていきます。で今うちにあったのは油性なので、色が入ったらもうなかなか落ちにくいですね。ただ臭いです。でどう塗っていくかっていうと、ハケで塗っていくのもありなんですが、僕はこういうタオル、もういらないタオルとかにオイルを染み込ませてこんな感じで塗っていきます。こういう塗り方の方が失敗しにくいですね、初心者の人は。でまずは表面にで一通りこんな感じで塗ります。で時間が経てば経つほどオイルが染み込んでいって、濃い色になります。あと何回も塗り重ねると濃い色になってきます。なのでちょっと薄い色がいいよっていう方は、ここから空拭きでこんな感じで拭き取っていくと程よい濃さで色が塗れます。あとはこの茶色の色も本当に薄い色からもっと濃い色までいろいろあるので、それを好みでやってみてください。ここでこんな感じで一通り塗っていっちゃいますね。つけさんこの切れ目、ここはねちょっと色入りづらいですね。でどうしても木なので、硬い部分があったりとか柔らかい部分があるので色が均一に入らないこともあります。それがその木の良さというか風合い雰囲気を出す感じだと思いますね。こんな感じで僕も塗っていきます。でこの木の木目に沿って塗っていくのが上手に塗るコツだと思います。この目はすごい、オイルめっちゃついてきますね。よし、じゃこんな感じで一旦完成ですね。さっきのナチュラルな色からこんな感じになりました。この
ロゴのとこがちょっと色が入りにくそうで、まあ、このゼブラな感じもいいかなと思います。で一回、このまま放置して乾燥させます。で、もう少し濃くしたいときはここからもう一回、乾燥したらもう一回塗ります。じゃあ一旦ここまでですね。はい、ではオイルが乾いたのでここからコーティングですねに塗っていきます。でオイル入れてからちょっと細かいペーパーサンドでヤスリですねかけるってもいいと思います。はい、じゃあ塗っていきます。で今回塗るのは水性のウレタンニスですね。塗っていきます。これも木目に沿って塗っていくのがいいです。でここはちょっと壁を立てて文字の間に入れていきます。こんな感じですね。で塗った直後は、乳白色なんですが乾くと透明になります。このニスは、はい、こんな感じですね。で乾いたら完成です。で一応このトップと横ですね、ここも塗ってブラメを塗って終了です。で割と水性なので乾くのは早いですね。こんな感じです。で乾燥したらまた紹介します。ちょっと寝かせます。はい、じゃあ水乾燥したのでここに、ですね、モンブラのアクリルタグをつけていこうと思います。こんな感じですね。で、まあ、大体の場所を決めて、はい、で一旦マスクで止めます。水平もかな、はい、でこことここ2箇所止めるのでドリルで穴を開けていきます。でこれはもう感覚でいっちゃいます。程度入ったら当て火ですね。火で、とグリルに傷がトンカチが当たって当たらないようになります。はい、できました。完成ですね。はい、でこれでオリジナルプランツタグ付きのところ完成です。はい。
ね。